バイデン政権で気候変動問題を担当するケリー大統領特使が今週、中国・上海を訪問する予定だと明らかになりましたバイデン政権の高官が中国を訪問するのはこれが初めてとなりますアメリカ政府の関係者が明らかにしたものでケリー氏は中国の気候問題担当特使のカイ・シン氏と会談する見通しです アメリカは今月22日と23日に気候変動問題のオンライン首脳会合を主催する予定で今回の訪中には世界最大の温室効果ガス排出国、中国から協力を取り付ける狙いがあるとみられます。